はい、皆さん、こんにちは。ジュラシカドライブ、ジャイロスフィアデポに上がってきました。ということで、新シーズンが始まって、まずいきなりですね、5499からリセットされましたけど、1つ買って5529ということで、やはりジャイロスフィアデポにですね、戻ってきてしまいました。はい、では、まずフランキーを開けるとこからですね、やっていきますが、さあ、ここで定着するかどうかですね。はい、またやっていきたいと思います。前回のシーズンはですね、5615だっけなぐらいまで上がったので、まあ、そのぐらいまで上がるという可能性はもちろんあるんですけど、さあやっていきましょうかね。さて、組み合わせ、ドンと。はい、これはですね、はい、アルデンティスを後にの出す作戦ですね。行ってみたいと思います。はい、まずはトリオさんからいきますが、さあこれで、はい、どうでしょうかね。これ2回打っていく、まあ怒涛はあえて使わないですね。行くしかないかな。これ1回カウンターもらって、そして強靭来て、はい、きつい。ただスピードを落とすことはできなければ、はい、こっち側が先手持ってるので、はい、交代してくるか、ドラコ出してくるか。はい、ドラコを持ってなければ、はい、これで倒すことができます。交代してくる。あ、でもいいですね。はい、これは、はい、ここはもう、倒していきます。さあ、これ継続ダメージ与えてきましたから、はい、苦しいですけど、はい、ここで1ターン耐えとけばいいんじゃないかな。はい、これで、はい、戦場を打って、はい、耐えとけば、はい、これで、なんとか生き残れましたね。すごいね。フレッシュを使ってきました。継続ダメージでフレッシュを使うってやり方はちょっと初めて使いましたけど、トリオこの点が強くなりましたね。まあ、耐性持ちなので、はい、これ何もしないで出てきたんだけど、もったいないね。これはもう削るだけ削って死んじゃいますかね。はい、OK です、OK です。はい、ここまで削っておけばいいでしょう。さあ、ここで、はい、どうしようかな。はい、ここは、フォルサウラを出していった方がいいんだろうな。変にですね、向こうが、はい、回避とか打ってくるとめんどくさいので、はい、ここは素直にですね、もう先制使っちゃいますけど、はい、どうしようもないね、これされるとね。はい、これで2勝しておいて、はい、ここでアルデンティスを残した状態になってるのか。さあ、これで、はい、打っていきます。これもったいないんだけどね、本当は、はい、1倍残してやってもいいんだけど、ここはいいんじゃないですかね。はい、ここまで打っておいて、はい、ここでアルデンティスを出していけば、ここで出されるときついよね。はい。2回打てますけど、さすがにこの体力があると、はい、2回打たれるときついね。次の1回で倒せないので、そうするともうここで勝負すると勝てないから変えてくるしかないですよね。はい、トリコを出してきます。さあ、ここで、はい、こっち側が、はい、打っていけば、はい、勝ちですね。はい、新シーズン開始だからね、まだね、トロフィーランクが安定しないので、結構あまり強くないのって今当たってますね。ラッキーですね。ということで、勝たせていただきました。ありがとうございました。ではまた明日。